美純です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日私がトップバッターです。頑張ります。あとカメラで撮ります。お願いします。それだけ。心の中のフィルター、いろんな言葉、自分色に変換。だけど Don't just bring me down。その時君も You の Drop Drop Drop。不安が悩み。ありがとうございます。ありがとうございます。今終わりました。トランポリンのカットなんですけど、久しぶりのトランポリンでちょっと楽しかったです、ね。昨日最後に見た。お疲れ様です。また後で。はい、難しい。なんか正解がわからないです。頑張ります。初めてですね。はい。多分初めてだと思います。はい。今この中にワイヤーついてて、これで引っ張っていただいて飛んでます。ノイズキャンセルした瞬間に、自分だけの世界に入るっていうシーンになってるんですけど、なのでこのグリーンバックが全部空になるらしい。すごい、首の筋肉をめっちゃ使いました。めっちゃ腹筋使っていい筋トレでしたね。こんな感じでシーン撮るの初めてだったので、すごい不思議な感じでしたけど、あの現実でメンバーとビデオツアーしているようなイメージしながら撮ったので、結構めっちゃ笑ってました。CG と雲と合わさった動画が早く見てみたいです。マイクがつられてるのがシュールで面白く、無重力みたいな感じで浮いてて、すごいなんか面白かったです。早く見たいです。CM お疲れ。首の筋肉をいっぱい使いました。でも意外と早く終わって、うん、初対面なんですよ。そうなんですよ、今日、はい、今日初めてお会いして、ね、ずっとテレビでは拝見させていただいたんですけど、ずっと仲良くしてみたいなと思ってたんで、後で連絡先も交換できたらと思います。お願いします。じゃあまた行ってきます。ありがとうございます。はい、行くで。お願いします。ちょっとして、要するにイメージとしては、
ここの間にリオさんの顔が出てきた。そうか、解説つらかったですね。はい、まさか撮影の裏側こんな体勢だと思わないですよね。平均です。頭を支えていただいてます。ありがたいです。人生2度目のワイヤーアクションやります。今日ココナッツのミュージックビデオを撮った時にワイヤーで初めてあのシーンを撮ったんですけど、2度目が来るとは思ってなかったです。すごい、ドライアイスの中入りました。余儀です。おっ、うれしい、うれしい。カポカポやな。そんなことない。大丈夫ですか？大丈夫です。それではすごい長丁場だったんですけど、スタッフの皆さん含めメンバーもみんなお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。長い時間皆さんありがとうございました。今後もね、ネクステリアとリンクバッツです。盛り上げていきます。盛り上げてくれるように頑張りたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。